はい、こちら清十郎さんの銀鱗昭和、サイズが19センチです。お願いします。はい、新潟の清十郎さんの銀鱗昭和ですね、銀鱗昭和ではですね、非常に、まあ、もちろん昭和でも実績ありますけども、銀鱗昭和でもかなり実績がありますね。過去には国業賞なども受賞している、清十郎さん人気の銀鱗昭和です。今年はですね、非常に当たり年だと言えます。数多く、片付きも出てますし、銀の吹きもよく、どの鯉を見ても今年はできているんだなというのは分かります。その当たり年の中からでも、さらに目立った鯉をこちら選びました。当たり年っていうのはですね、結構後々見ますとよく残ります。その中でもこちら非常に墨がよく固まっておりますね。この明るい、たらいに入れてもですね、全く冷めることがありません。こう冷めることがないということはですね、品評会に通用するんじゃないかなと思います。中には池見では非常に墨が決まっていても、このようなたらいに置くとすぐ冷めてしまう鯉がありますが、こちら全く、ずっとたらいに入れてますが引かないですね。ということは袋詰め審査でも、ずっと墨が引かないということが言えると思います。はい、やはりこの面割れしたこの顔の墨が特徴的ですね。豪快ですよね。そして銀も綺麗に決まっております。墨もいいです。中です。東西ですが色も赤く肌もよく抜けており、大変よく仕上がっております。将来も楽しめる一匹じゃないでしょうか。はい、抜き替えます。この顔の墨の流れがいいですよね。はい、ここでしょうか。抜きたいと思います。はい、本当に東西の割にというか、東西の、ね、そうですね、太みもありますしね、色合いもいいですね。はい、そして墨も非常に、顔の墨なんてくるくるしています。はい、いかがでしょうか。こちら清十郎さんの銀鱗昭和、東西サイズが19センチ。はい、ぜひよろしくお願いいたします。綺麗なね、銀鱗昭和お探しの方にもぴったりですね。そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。